アルバート・バンデューラは自己効力感や社会的学習理論で知られるカナダ人心理学者。カナダのブリティッシュ・コロンビア大学を卒業後、1952年アイオワ大学にて博士号を取得。アメリカのスタンフォード大学の心理学教授を長く務め、1974年にはアメリカ心理学会会長も務めた。1950年代後半、当時優勢であった。 行動主義学習理論の中で社会的学習理論を提唱したことでも知られる。従来の学習理論が学習する個体自身の経験を前提としていたのに対し、学習が他の個体の行動を観察することによっても成り立つことを実証し、新たな理論づけを行った。1990年代に提唱された自己効力感についての理論は心理学にとどまらず教育学や 社会学にも大きな影響を与えた。2002年の調査では、バンドゥーラはバラス・スキナー、ジークムント・フロイト、ジャンピアジェに続き4番目に多く引用される心理学者であり、存命中の人物の中ではトップである。バンドゥーラは存命中の心理学者で最も偉大な人物であり、そして史上最も影響力のある心理学者の一人とされる。 ボボ人形実験子供たちを実験群と対象群の二つのグループに分け、実験群の子供たちにはおもちゃの部屋で一人の大人が風船のように膨らませたボボ人形に乱暴しているのを見せる。対象群の子供たちには普通に大人が遊んでいるのを見せる。その後各グループの子供たちを一人ずつおもちゃの部屋の中に入れ、その様子をフィルムで撮影する。結果、 実験軍の子供たちは対象軍の子供たちに比べて目に見えて攻撃的だった。この実験から子供は明らかな強化を与えなくてもモデルの行動を自発的に模倣することがわかった。1990年にはその学問的功績に対しウィリアム・ジェームズ賞をまた2004年には幅広い応用分野での功績に対しジェームズ・マキーン・キャッテル賞を アメリカ心理学協会から受賞している。2015年アメリカ国家科学賞受賞。原点不明。ありがとうございます。